どうも個人の家庭教師とも、個人の家庭教師とも。はい、それではですね、今回は三社参りをしてみたってことで、まあ、3カ所のね神社を回ることにしました。ではね、まず1つ目なんですが、曽木の滝公園ですね。こちらの清水神社、まあ、これ清水って読むのかな、どっちなのかちょっと定かではないんですが、まあね、曽木の滝、こちらのね公園の中にある神社、こちらに行ってきましたよ。この神社はですね、滝の手前、まあ、滝に向かってね、こうやって階段を下っていくんですけど、そのね、下ってる最中、ちょうどね、今こちらの左側の方が滝なんですが、右側ですね。右の方にね、こういう看板があって、清水、清水、まあ、どちらかわかりませんが、こちらの方のね、坂を少し登っていきます。で、こちらをね、登っていく最中、左側の方にね、滝がね、ずーっと見えてますよ。これね、すごい綺麗ですね。まあ、この曽木の滝自体がですね、なんか東洋のナイアガラって感じで、看板とか、あとはパンフレット等にもいろいろ載ってますね。で、こちらが縦看板ですね。まあ、縁結びとかいうのもね、書いてあったんですが、ちょっと楽しみですね。まあ、今ちょうどね、右側の方にすれ違ったカップルさんなんかもいらっしゃった通り、意外とね、まあ、こういう撮影台なんかもあったりして、結構ね、人気スポットになってるような感じですね。まあ、自分はですね、今回初めてこの神社に行ってみたんですけど、まあ、意外とね、こうしっかりしてる神社だなという感じでしたね。まあ、鳥居もね、しっかりと綺麗に清掃されていたりとか、まあ、このね、歩道なんかも綺麗にね、されてましたよ。まあ、こういう感じでね、旗なんかも立ってたりしました。まあ、何か所かね、こういう旗も立ってるので、結構押してるのかなという感じがします。これですね、この赤い鳥居ですね。すごく綺麗にされてましたね。で、あ、どうもこんにちは。ではね、こう入っていきますが、ちょうどね、目の前、右側の方にハートマークがありますね。まあ、こういうね、他のサイトとかでもいろいろ見てみるとね、で、検索してみると、こういう感じでハートマークのものとかね、縁結びって書いてますけど、いろいろとね、こういうシンボル的な感じで載ってましたね。うん、ここからもね、やっぱ滝綺麗に見えてますよ。で、ここにはね、その神社の由来、由緒なんかがね、いろいろ綴ってありますので、まあ、時間があればね、ゆっくりご覧になられてほしいなと思います。で、こちらですね、こちらの方がおみくじとかお守りとかね、あるようなところでしたね。で、目の前にはね、こういう感じで、そうですね、縁結びですね。あとは四季折々の写真なんかをね、撮って飾ってるところでした。個人の家庭教師。とも、続いての神社はですね、厳島神社ですね。先ほどの杉の滝から泉の方に、泉市街地の方に抜けていく、その途中にね、ある神社になります。まあ、こちらの神社もね、初めて来たんですけど、結構ね、荘厳な感じでしたね。まあ、泉市特有なのかな、この次のね、箱崎八幡宮っていうところでもそうだったんですけど、このね、くぐる門とかがありましたね。で、こちらはですね、お金をね、水で洗うって感じ、あとは繊細です、あ、再選かな、あとは水みくじとかもあってですね、結構珍しいところでしたね。で、他のね、神社でもそうなんですけど、最近ね、もう水をね、ひしゃくですくうっていう感じではなくて、こういう感じでダイレクトにね、手を洗うっていうところがもう増えてきてますね。まあ、コロナ禍の影響なのかなとも思ったりもします。まあ、衛生的にもね、そっちの方がいいのかなとも思ったりもしますね。こちらの方が本殿ですね。で、今ちょうどね、左下の方に、画面の左下の方に御朱印を入れてあります。今回のね、この厳島神社は3種類あったので、もう全部買ってきました。まあ、なかなかね、そんなに鹿児島市内に住んでると、出水市まで新幹線で2駅なので、あんまりね、そんなにしょっちゅう行けるところではないのでね、まあ、せっかくなのでということで買ってきましたよ。で、今ちょうどね、こちらの方、弁天池という感じ、こちらの方が井戸とかですね。で、こちらの左の方が池になるんですけど、結構ね、水が綺麗でした。湧き水みたいですね。湧き水になってるって書いてあったような気がします。まあ、コインもね、
まあ、綺麗な水なので、まあ、水自体が綺麗なのでね、やっぱり鯉も気持ちよさそうに泳いでましたね。まあ、しばらく見てたんですけど、やっぱ飽きないですね。やっぱり生き物見るとやっぱりいいなっていうふうに思います。で、今ちょうどね、この鯉なんかが泳いでるちょうどね、上の方真正面、ちょっと右斜め前かな、こちらの方がね、夫婦杉、夫婦杉っていうものかな、これがね、根元が一緒になってるような感じの杉がね、空高くまでずっと伸びてる感じでしたね。ご神木みたいな感じでしたね。やっぱりこう夫婦ね、仲良くこういう感じで訪れる、でこういうね、自然なものに目を向けるっていうのもすごくいいことなのかなというふうに思います。ではですね、妻に鯉ね、輪っかをくぐってもらいましたよ。こういう感じでくぐっていくっていう感じですね。左に1回回って、で右に1周する、でその後再度左側にもう1周して、今度は本殿にそのまま向かってまっすぐ進んでいくという感じで、看板にもね書いてありましたね。個人の家庭教師とも。それでは3箇所目ですね。今度は出水市の市街地、こちらにある箱崎八幡神社というところに行きましたよ。でこちらのね、箱崎八幡神社なんですけど、入り口向かってね、大きな鶴が2羽いますよ。ちょうど見えるかな、うん、見えますね。ちょうど2羽ね、大きなのがあるんですが、こちらの神社もね、すごく綺麗にされてます。でこの箱崎八幡神社なんですけどね、実は日本一かな、日本一大きな鈴があります。であとは日本一小さな鈴もあるっていう感じでね、比較的面白い神社になってますね。で今真正面に見えてるこれですね、先ほどの厳島神社、そちらでも見かけたものになります。これもですね、左側に一周する、今度はね、娘も一緒にいるんですけど、左側に大きく一周して、今度はさらに右側を一周、でその後また左側一周して、今度はさらにまっすぐ本殿に向かって歩いていくっていう流れですね。まあ、泉市独特なのかわかりませんけど、他の地区ではね、そこまでそんなに頻繁に見るような感じではないんですけどね、まあ、こういうのもありましたよ。それではですね、今度はまたさらに本殿の中に入っていきましょう。この鶴さんがね、お出迎えしてくれてますね。でこちらのね、入ってすぐ右側の上の方ですね、こちらの方に今までの箱崎八幡神社の歴史っていうかな、まあ、それがね、写真とともに一緒に飾られてる感じでしたね。こちらの左側の方は休憩所ですね。あちらの方に鐘もありますね。で今度はこちらの方にね、銅像も立ってましたよ。ちょっとね、何の銅像なのかはちょっと定かではないんですけど、まあ、こういう感じでね、鶴さんと一緒に建てられてる銅像になりました。でこちらのね、今度は右側の方にこれですね、めちゃくちゃでかい鈴ですね。これがありましたよって感じです。日本一の大きさの鈴ですね。で狛犬が2匹、右左に1匹ずついて、また今度は鈴がありますね。で今度はそれをね、これがあなせばなる通りも、あーこの中くぐっていくんですね。まあ、今回はねちょっと通りませんでしたけれども、まあ、願いをね込めながら通っていくっていうのもすごく一ついい形なんじゃないかなと思います。でこちらの方が本殿ですね。本殿もねやっぱり大きかったですね。まあこのね、市街地の真ん中にね、こんだけ大きな神社があるっていうのも、まあそうそう大してもそんなにたくさんはないんじゃないかなとは思うんですが、こちら社務所の方ですね。こちらの方で今ちょうど画面の左下に出てる箱崎八幡神社のこちらのね、御朱印をいただきましたよ。でその途中にあるね、今度は休憩場、こちらの方でまたねこういう感じで物語みたいな感じですね。神様に まつわるものがあったので、こちらをねちょっと動画で撮影させてもらいました。それではですね、今回の三社前に3箇所、清水神社、清水神社かな、
と箱崎八幡神社と厳島神社3箇所行ってまいりました。こちらのね動画どうもご視聴ありがとうございました。できればですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと高評価もよろしくお願いします。